肩車肩車は、柔道の投げ技の主義16本の一つ。投げの形の主義の3本目にある。行動官や国際柔道連盟での正式名。アイフ略語区分。前に、相手の重心を崩しながら、相手の前に潜り込む。引き手を肩の上で引き込みながら、相手の股の間に釣り手を持っていた手を入れ、肩の上に乗せるように持ち上げる。引き手を引き込むような感じで、 相手の体を回転させ、背中から落とす。レスリングの技、ァイヤーマンズキャリーと、ほぼ同型である。あまり早く引き込みすぎると崩しが不十分になる。腰を曲げて、背中に乗せてしまうと落とすことはできないし、そもそも、肩車ではない。そのため膝を曲げ腰に力を集中させ、背筋を伸ばすことが肝心ようである。背負い投げの連携技として使うと、リスクが、 かなり大きいが、装飾狩りや付き等などの技とは相性が良い。以前は日本国内で使用する選手はほとんどいなかったが、1995年あたりから8 6ラム級の世界チャンピオンだった中村義雄が積極的に用いるようになり、その後は軽量級、重量級の選手を中心にこの技を使用する選手がよく見られるようになった。 体格の大小を問わず有効であり、覚えるのも簡単である。玉車は相手の反射を利用した投げ技。引き手の左手を肩の上で引き込む。突然、蛇が、向ことと右手の甲で、相手の右膝をすり下げでもするように撫で下ろし、相手に自身を飛び越えようとする反射を誘発し相手は前転するように投げられる。組手足つかみの禁止も参照つか用心流の反回絡み。 加納が福田の道場で、いつも、ランドリーを取る福島県吉という男にどうしても勝てず、相撲の技を覚えたら勝てると思った加能は、当時二段目の力士だった、内山木宗衛門という男に習ったがそれでも勝てず、しまいだった。そこでついには、西洋の技を取り入れようと上野の図書館で色々、調べたところ現代の肩車の応用のような技を見出した。そして、加ノは、 大学の友達を捕まえては投げてみると面白いように技がかかる。何度も繰り返し練習したカノはついに福島の大きな体を投げ倒すことができたという。一説にはサ歩から逆輸入した。という説もあるが、カノは西洋の何という技法から肩車を編み出したのかは明らかにしていない。しかし西洋でなくとも、 日本の柔術にも肩車の原型は存在していた。肩車の名手で有名な神田九太郎球団が、戸塚かよ新流の絹炭を改良して、肩車を開発したとされる。国際柔道連盟は2009年にルール改正し、肩車の使用に制限が加えられた。相手が組手争いから肩越しに逆側の背部を掴んできたような場合や、返し技、 連続技の一つとして使うことは問題ないとした。最近は足取り禁止の新ルールに抵触しないように足を取らずに相手の懐に潜り込む変則の肩車がよく使用される傾向にある。ただし、このスタイルの肩車は最近開発された技術ではなく欧米ではダーツドロップと呼ばれだいぶ前から知られていた技だった。 1990年代前半に活躍していたベルギーのラーツ兄弟がこのスタイルの肩車を得意にしてよく使っていたことからそう呼ばれていた。なお、同じく1990年代に活躍していたジョージアの6 0ラム級の選手であったゲオールギ、技がシビリもこのラーツドロップとよく似た技をたびたび使っていた。また、この足をつかまないスタイルの肩車は 横落ちや谷落ちとみなされる場合もある。そして、後に、返し技、連続技として使うことも、反則となった。相撲に反り手と呼ばれる技があり、種目反り、タスキ反りなどは、肩車とよく似ている。ありがとうございます。